展示会だったら、コンビニないんやあんまり。何だこそ、プロ別にしとるんじゃいいんだけど。
あれはあれが大きいんやろ、お菓子が。お菓子、お菓子あれが多いんやろ。サメの体調やろ。宿の雪のやろ、あれが大きいんや。あ、これチョコレートでこっちがクリームだ。一般的なホルスタインよりも少ないものの味の濃さが特徴です。天気悪いな。雨が降ったらせっかく乾いた生活に伸びとこう思ってのけたんよ。暑かったっけ、去年の今頃暑、去年の今頃暑って出なかったからな。夜寒くて窓を閉めよう。暑い、寒い、牛がいるという、この里山の風景の中で召し上がっていただくのが、すごく満足していただけるので、そこで商売できたり、ここに教え帰ることがすごく幸せに感じます。今にも降りそうな予感してみたら、降りよんじゃろうかと思って、これでいけ、洗濯物のこととかなんだら、せっかく乾いたものがあって。あれ、これ全部あれ、うん、クリームチョコか。うん、おにぎり美味しそうでしたね。牛乳も美味しそうでしたね。牛乳ね、これ静岡から見ても言うな。最後まで飲み切ろうと思ったからちょっと苦しくなったから少し残して終えたのかなみたいなところとか。もう飲み切りました。ついついそういうところに目が行ってしまう。真夏でたら30度以上。真夏じゃないの。真夏で。導入されています。そうじゃない。何真夏で言ったら3人だよ。そうや、猛暑も35度にしている。私たち看護師が目指しているのは、そんなこと言うんじゃない、この辺は30度ないという、うん、そうや。なあ、こととこうして人って横になっとって見ないし、やめないシニア応援施設エアドッグは大活躍。比較的ですね、高齢者になると、引きこもりが多くなるので、外に出て、おしゃべりしようと。おしゃべりしないとやっぱり体力的に落ちちゃうので、そういった目的でここに集まろうというのが大きな目的です。エアドッグを使い始めて1年半になると思います。エアドッグを入れてからですね、皆さんが安心して来れるっていうふうになってて、もう無意識にあるということが前提になってるので、声を出すっていうのも普通に今出せるようになってますので、エアドッグはとても我々としては助かってます。エアドッグはお手入れが簡単なことも導入の決め手だったそうです。おじいちゃんでもおばあちゃんでもできるぐらい簡単だと思います。機械持ちの私がやれるんだから。世界最強レベルの空気清浄機エアドッグ、ご覧のフリーダイヤルもしくは公式サイトからお求めいただけます。まずはエアドッグで検索してください。行き過ぎた客の声、いわゆるカスハラをめぐり、東京都が全国初の防止条例の制定を目指しています。皆さんの行動、ひょっとしたらカスハラになるかもです。この後専門家の方が徹底。でも、あの事件の少し途中で見ても分からないな、ね、この動きを見ていても、うん、間違って入っ、造船所の事故で席が気になる。私またおよそ15分でオフになる。食べたらいいよ、それ。
あのベッドのとこへ敷くものがある。何いうものあれ。エアドックじゃねえや。ああ、あるな。うんうん。高いなぁ。たまげた。1万なんぼする。それはそれ、高いやつは30万とかで。かぁ。あの、あれよ。あれは腰が痛い人じゃないと、あんたみたいに体重が軽い人は効かんよ。こちらはいらん。いらんよ。いらんよ。いや、あんたがな、腰痛い言って、どーっと1万なんぼするんかと思って。1万なんぼ安いよ。それ効かんなんて効かんと思う。スポーツ選手とかが使うやつじゃないと、うん、あの人は体に気をつけてるやん、うん、多分一般の人も本当はあれぐらいやらんと治らんのよ、うん、おいしい。